西条市の魅力を発信する西条の西条めぐり、今回のテーマはサイクリングです。愛媛県が自転車新文化普及を推進する中、西条市もサイクリングの街づくりを進めています。サイクリングにおすすめのコースやお店を今回はご紹介します。はい、皆さんこんにちは。西条市の広報広聴課の日野です。今回のテーマはサイクリングということで、西条市が一望できる石鎚山ハイエーオアシスまでやってきました。見てください、この西条の見えている街を今から走ります。どんな感じになるのでしょうか、楽しみです。では早速乗ってみましょうということで、ウィンズバイクスの山根さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で今日私が乗る自転車なんですけど、はい、どんなタイプのバイクになりますか。これはクロスバイクっていう、初心者の方にもおすすめのバイク。初心者におすすめ。そうですね、前傾姿勢もそんなに深くないし、まあ、でも長い距離走るにも比較的疲れにくい、まあ、そういう自転車になります。あ、なるほど、はい、これで走るんですね。はい、では乗ってる時の格好っていうか、どんなウェアを着ればいいでしょうか。そうですね、まあ、動きやすくて、温度調整がしやすい、まあ、今日野さんが着てるような格好がベストです。なるほど、じゃあ暑くなったらこう脱いだりとかできる。そうですね、はい、わかりました。あとやっぱこういうヘルメットって絶対やっぱ必要ですか。そうですね、安全のためにはヘルメット、あとはさらに、サングラスとか、あと手袋ですね。はい、こちらは必需品です。わかりました、はい、サングラスない場合ってメガネでもいいですか。そうですね、目の悪い方なんかだとサングラスなかなかないと思うんですが、まあ、目の保護のために、何か、装着はおすすめします。わかりました、メガネをかけたいと思います。では早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山根さん、ここ、はい、こんなのどかなんですけど、西条のベネチアって言われてるとこなんですよ。本当ですか。ほらほら、こんな感じ でもそんな感じになってきた。ね、いいですね。めっちゃ綺麗ですよね。はい、じゃあここでお水を汲んでいきましょう。はい、鴨神社ですね。あ、左に曲がります。ここ鴨神社のお水は全国の聞き水大会で日本一になったこともある美味しい水なんですよ。じゃあ飲んでみましょう。美味しい。うん、美味しいですね。おじゃ、何よりも早いですよ。はい、なりますなります。じゃ、日野さん、この後、たたきまで行きましょう。はい。ここ曲がってまっすぐですね。はい、次も左折します。はい。ここからは中山川沿いを一直線です。はい、おー、山が綺麗に見えますね。山の感じも全然違う。こう西条市を一望できる道前平野がすっごいいい感じに見えてますね。
わあ、果樹園に入りましたね。ね、両脇柿畑。ねえ。ね、鈴なりですよ。うわあ、すごい。タンバラの柿は有名ですもんね。おーおーすごい。すごい。ユズですか。ユズかな。あーですね。黄色とかオレンジが鮮やかで。一日走ってみてすっごい楽しかったです。はい、普段ね、車とか歩く西条の街も自転車だと全然違う感じに見えて。うん、またまたこれからも自転車で走ってみたいと思います。はいはい、山根さん、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここからはサイクリストにおすすめのサイクルスタンドのあるお店を紹介します。まずはお食事。リストランテクワトロスタジオーニさんは四季のレストランという意味のイタリアンのお店で、イタリア家庭料理をベースにしたお料理やピッツァ、ワインなどが楽しめます。西条そば木の江さんは西条の打ち抜きの水を使った美味しい自家製の手打ちそばが食べられる有名店。市内で他店に先駆けてサイクルスタンドを導入されました。甘いものやお土産ならこちら、大阪屋倉八さんは西条市中心部アクアトピアのそばにある素敵なロケーションの和菓子屋さんです。せせらぎを眺められるカフェも併設です。汗を流してほっこりするならここ、湯の谷温泉さんは源泉かけ流しのお湯が自慢です。泊まれるお部屋に足湯カフェもあり、地元西条の魅力が凝縮された場所です。今回のコースは西条市ホームページに詳細を掲載します。西条の魅力を全身で感じられるサイクリング、皆さんも始めてみませんか？